ダイヤモンドジュビリーウィンドウ・ダイヤモンドジュビリーとは60周年の記念日あるいは60周年の記念式典。特に君主の即位や、団体の創設を記念する文脈で用いられる。人物ではなく団体の場合は75周年をダイヤモンドジュビリーとする例もある。ダイヤモンドジュビリーとも表記される。ビクトリア女王の治世60年を記念する。 集会所の時計。時計は1837-1897を指している。元来、ダイヤモンドジュビリーは75周年記念を意味していた。これは、シルバーが25周年、ゴールデンが50周年に続き、ダイヤモンドが75周年で、いずれも25の倍数になっている。しかし、英国でビクトリア女王の即位60周年がダイヤモンド。 ジュビリーとして1897年6月22日に祝賀されて以来60周年記念に変化した。女王エリザベス2世のダイヤモンドジュビリーは2012年の年間を通して英連邦諸国中で祝された。国王ジョージ3世は在位60年となる1820年にダイヤモンドジュビリーを迎える数ヶ月前に死去した。東アジアでは通例 ダイヤモンドジュビリーと呼ばれることはないが、ちょうど60年で一巡する絵とがそれに相当するものとして、伝統的に節目の都市とされてきた。真の皇帝である、皇帝帝と建立帝、日本の天皇である、昭和天皇、太陽国の国王であるプーミポンやドゥンヤデートが、おのおの即位60周年に際して祝賀された。その他、大韓民国は2005年に、 中華人民共和国は2009年にそれぞれ建国60周年を祝った。南アジアではダイヤモンド・ジュビリーは100周記念を祝う際の用語としても使用される。例えばインドとパキスタンには映画館での上映期間が100周以上となった映画を指すダイヤモンド・ジュビリー映画なる言い回しがある。世界最長の在位期間を経験したスワジランドのソブーザ2世は・ニセイは 体感から60年を迎えた1981年にダイヤモンドジュビリーを祝された。ありがとうございます。